美しい夏の夜空。天の川を挟んでひときわ輝く二つの星があります。牽牛星と織姫星。一年に一度、七夕の日に出会うというこの二つの星については、こんなお話が語り伝えられているのです。昔、ある村にミケランという名前の一人の若者が住んでおりました。ミケランは毎日山へ行っては薪を取ったり、畑を耕したりして暮らしていましたが、ある日畑仕事の帰り道、不思議なものに出会いました。なんだべ、これは。おお、衣じゃ。なんという美しい衣じゃ。それは、ミケランが今までに見たこともないような美しい衣でした。ミケランはその衣がどうしても欲しくなって、衣をカゴの中に入れ、家へ持って帰ろうとしたのです。と、もし。はて、誰か俺を呼んだかの？はい、私があなた様をお呼びしたのです。誰じゃ？わしに何の用じゃ？どうか私の羽衣を返してください。羽衣？はい、羽衣です。その羽衣がないと私は天へ帰れないのです。私は天に住む女です。下界の女ではありません。今日も友達とこの沼に降りてきて、水浴びをしていたのですが、ついついあまりに楽しいので、時を忘れてしまい、私だけ取り残されてしまったのです。どうかお願いです。私の羽衣を返してください。私は羽衣がないと天へ帰れないのです。羽衣じゃと？そんなものわしは知らんぞ。ミケランは、今さら自分が羽衣を隠したとも言えず、とうとう知らぬ存ぜぬで押し通してしまいました。そして天へ帰れなくなった天女は泣く泣く下界に残り、ミケランの家に行って一緒に暮らすようになりました。それから何年かが経ちました。天女は七夕という名で下界の生活にもだんだん慣れてきました。七夕、それじゃあ行ってくるよ。あら、ミケラン、お弁当。あ、そうだ、忘れてた。二人はとても仲の良い夫婦でした。ある日のこと、ミケランが畑へ出た後、七夕は旗を折っていました。あれは羽衣。やはりあの人が隠していたのだわ。羽衣を見ると七夕の心ははや天上人のそれと変わりました。一方、畑から帰ってきたミケラン、いつものようにうちに明かりがついていないので不審に思いました。あ、七夕。あ、羽衣。ミケランは羽衣を見て、すべてを理解しました。七夕はどん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 天に昇りながらこう言いました。あなた、もしも私のことを恋しいと思いなら、わらじを千足編んで、竹の下に埋めてくださいな。そうすればきっとまたお会いすることができます。きっと、そうしてくださいね。七夕、七夕。七夕は高く、天上へ帰って行ってしまいました。ミケランはとても悲しみました。そして次の日から早速わらじを作り始めました。昼も夜も夜も昼も、ミケランはわらじを編み続けました。あ、寝てしまった。265、266。はあ、まだ267足か。それでもミケランは一生懸命わらじを編み続け、
ある日のこと、とうとう千足のわらじをたけのこの周りに埋めたのです。これでいいんじゃろうか。七夕が去るとき言ったように、周りにわらじを埋めた途端、竹はどんどんと大きくなり、ぐん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 空高く伸びてゆきました。そうか、これを登っていけば七夕に会えるのか。ミケランは大きくなった竹を登り始めました。竹はどん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 大きくなり、ミケランはさらにさらに登ってゆきました。そしてもう少しで天に届くというところで、七夕、七夕、ミケランは七夕に早く会いたい一心で、わらじを999足しか埋めていなかったのです。あと一歩というところで、どうしても天まで手が届きません。おーい七夕。その時、七夕は天の上で旗を折っていましたが、もしあの人では。雲の上から覗いてみると、やはりそれは恋しい夫のミケランだったのです。あなた、あなた、七夕、七夕。七夕は早速手を伸ばし、ミケランを雲の上へと引き上げました。あなた、七夕、会いたかった。その時、何やら妙な男が雲の間から顔を出しました。七夕の親父様だったのです。お父様。誰じゃその男は。はい、私の夫ミケランです。ミケランと申します。初めてお目にかかります。で、お主は下界で何をしておられた。はい、畑仕事や山仕事でございます。それならちょうどよい。ちょっくらこれをやってもらおう。七夕の親父様は、自分の娘が下界の男と結婚したのが面白くありません。それで何とかしてミケランを困らせてやろうと考えました。あなた、どこへ行くのですか。お父様に3日のうちに畑に種をまくように言われての。これから畑へ出かけるのじゃ。ミケランは3日間で畑に種をまき終わりました。やれやれ、ほっと一安心と一息ついておりますと、親父様が現れました。ミケラン。はい、わしは畑になぞ種をまけとは言うとりはせんぞ。それ、向こうの田んぼにまけと言うたんじゃよ。そんな。ミケランはもうがっかりです。その時、この様子を見ていた七夕は、なんとか夫を助けようと鳩に頼みました。さあ、お前の仲間を呼んできておくれ。そして畑の種を田んぼへ巻き直しておくれ。鳩は早速仲間を呼び集めました。そして畑の種をついばむと、みな一斉に田んぼの上へと飛んで行き、空から種をまき散らしました。こうして種のまき替えはあっという間に終わりました。見事じゃ。どうもありがとうよ。なかなかやりおるわい。いまいましそうにそう言った親父様は、今度はもっと難しい仕事を言いつけました。それは、三日三晩売り畑の番をせよというのでした。売り畑の番をしていると、ものすごく喉が渇きます。でも、ウリを食べると大変なことが起こるのです。決してウリを食べてはいけませんよ。くれぐれもウリに手を出さないよ。七夕はああ言ったが、喉が渇いて仕方がない。一つだけならいいだろう。一つだけ。ミケランは我慢しきれなくなって、とうとうウリに手を出してしまいました。あ、ミケランダメ。あっ
という間にウリの中から水があふれ出てゴーゴーと流れ始めました。ミケラン、こうして二人の間はみるみる引き離されてしまいました。そして川を挟んで向かい合う二人の姿が剣牛星と織姫星となり、二人は一年に一度親父様の許しを得て七夕の日にだけ会うことを許されたそうです。今でも二人は天の川を挟んで美しく輝いています。